動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。キモキモフレフレキモノフレンズ、キモノフレンズ実況始まるよー。これぞクオリティナンバーワン本格派、ケモノフレンズゲーム。はい、はい、隊長さんプレゼントです。温泉と同じくらい最高なものですよ。活躍ポイントは温泉と同じくらいじゃないかな。温泉の方がいいかな。最高なプレゼントを用意しておきますので必ず来てくださいな。うん、まあそっちは最高だね。ザッガッつって、なんかね、最初始まるときにダウンロードがあるんだけどね、それが異様に長くてね、一体何だったのか。補充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 、15分15分15分だよ、15分、15分、15分。限界突破はいいか。あれ、全部ぶち込むっていうことできないのかな。なんだろうな。ネット接続のルーターが悪いのか。ちょくちょく。ちょくちょく止まったりするんだよね。はーし。さあ、ゲットゲット。あら、なんか増えちゃった。取り切ってなかった。はいはい、クエストに行く前に。限界突破が確か2つぐらい揃ってたような気がするんですよね。なので、限界突破を見てからに行きましょう。どれだったっけな。まず限界突破近かったのか。違うなぁ。これだったっけな。あ、違う。あっちだ。これが、あ、しまった、買ってなかった。申し訳ない。今日も張り切っていきますわよ。購入をしてなかったね。ピーチパーサーのお店に。これこれ。これでオーダーを決定して、お待ちしております。これもマックスで使い物の後はリーチ。さあ、それではですね、ポトキョーカ限界突破やっていきましょう。今度こそちゃんと限界突破するよ。これですね、オーダーきついっすよっつってね。突入作戦、次は二人が立てこもった犯人を、逮捕するシーンよ。成長した後輩を信じ、ベテラン刑事は後ろに、構えて、後ろに控えて見守っているの。こちらリカオン、こちらリカオン。まだ星に動きはありません。いいわね、このヒリヒリする緊張感。これぞ刑事物の、刑事物の醍醐味だわ。というわけでですね、これはあれですね、なんだっけ、ケモデカザムービーのワンシーンみたいですね。あ、続編かな、続編のワンシーンみたいですね。というわけで限界突破やっていきましょう。はい、限界突破。おお、二人で、先輩と後輩二人で突入。
というわけですね。次は二人が立てこもった犯人を逮捕するシーンよ。成長した後輩を信じ、ベテラン刑事は後ろに控えて見守っているの。こちらリカオン、こちらリカオン。まだ星に動きはありません。いいわね、このヒリヒリする緊張感。これぞ刑事物の醍醐味だわ。ドン！この物音、星がついに動いたのでしょうか。急いで私たちも突入を。リカオン、落ち着け。俺もお前と一緒に行く。俺たちは二人の力を、俺たち二人の力ならきっとやれるさ。はい、わかりました。行きましょう、先輩。というわけでですね、決して一人で先走らずに、この二人で協力して突撃していく。いいですね。ここもあれですね、刑事物の醍醐味とは言えますよね。さて、あとこれだけだっけ？あれ、もう一個あったような気がするんだけどな。新規の、揃ってなかったか。揃ってどうやら揃ってないみたいですね。まあリカオンにはあれ準備万端ですだけでしたね。さあ、今回のクエストはですね、どうしようかな。第2章がもう終了直前なんで、まあジャパリレースはまだ先に進めないんで、メインストーリーを先に終わらせちゃいましょうかね。終わらせるっていうか、第2章を終わらせましょう。というわけでですね、第2章最終話。希望。あなたの未来を少しだけお伝えします。というわけでですね、前回はアフリカゾウを助け出して、で、その後か。まあ何がかんやあって。で、ダチョウがですね、占いにちょっと自信を取り戻しまして、このドールさんの未来をちょこっとだけ教えてくれるということで、そっから続きとなっております。さあ、バトル1やっていきましょう。どれ、あ、ブロングホーンがいるな。というわけでメンバーはどうしよっかな。メンバー変えていこうか。いや、これでいっか。二軍メンバー。リカ、あ、そうか、リカオン。いや、クジャク。クジャクを変えて、リカオンを入れましょうね。特に属性のこの、関係性とかは私入れずに、考慮せずに、ただ見たいというものだけをね入れてますんで。ドールさん、よく聞いてください。あなたの未来を少しだけお伝えします。私の未来、セルリアンとの戦いはとても厳しいものとなるでしょう。探検隊の皆さん、ここにいる皆さんの力を合わせても苦戦するはずです。私たち勝てるんですか？それは分かりません。結果を知る勇気は今の私にはなかったのです。けれど、逃げることも避けることもできない。もしかしたら負けてしまうかもしれない。そんな戦いがあなたを待っている。これだけは確かです。ダチョウさん、見ててくださいね。私が諦めないところ。ええ、見ています。ずっとあなたを。来た。いい話の最中だけど、まあやってきちゃうよね。よくもアフリカゾウをさらってくれたわね。あんたにはもう何一つ奪わせないんだから。ぬー、喋れ。
勉強のお時間ですわ。白桃橋さん、準備はよろしくて。オールオーケーよ。さあ、今日も一緒に。レッツ、ジャスティス。隊長さん、私、全部叶えます。思い出した。私には全部わかってたのですね。巨大セルリアンに輝きを奪われることも、そして、その後やってくるこの子たちのことも。逃れられないと悟ったあの時、私はとても怖かった。だけど、輝きを奪われた先に待つ、この出会いを知っていたから。これでいい、これで良いのです。たとえどれだけ輝きを奪われても、新たな出会いが新たな輝きへと私を導いてくれるでしょう。私は諦めてなどいなかった。その先にある未来を見ていた。未来を信じていた。私はあなたたちを待っていたのです。ああ、なるほど。長い間待っていたんですね。セルリアンを違うっつうの。さてやっていきましょう。メンバーはですね、カピバラ、アルパカ、ワカイヤ、リカオン、ヒグマ、で、ブロングホーンとなっております。前ブロングホーン、あれ？こないだブロングホーン入れたっけ？かしこまりました。で、どうしようかな。ブロングホーン。遠慮なさらずにあれブロングホーン喋んなくなっちゃった。なんだろうな、さっきロード時間が異様に長かったの。ブロングホーンのボイスだけロードできてるんです。ナイススロー。気をつけていきましょうか。私今使ってるのがですね、あれ、ギャラクシーの S10 だったっけな。ギャラクシーノートかの S10 を、S の10を使ってるんですけども、なんだろうな、最新、まあ、買った時の最新機種ではあるものの、別にそれほど古いってわけでもないのにな。なんでこんなにアプリのダウンロードが悪いんだろうか。やっぱ、ネット環境かな。ネット環境をちょっと変えなきゃいけないかな。びっくりした。連携こそパワー。ほらブロングホーンさんもブロングホーン喋んない。あれヒグマ体力すごい減ってね。違うだろう、わざとだろう。温泉じゃねえ。しまった。え、ちょっと待って。バトルワンでボス戦？いや、マジで。ちょっと待って。それは想定してなかったわ。連携こそパワー。あ、ヒグマ
しまったな。お任せあれ。一緒にブロンコ号に喋んないしな。新速ストライク。あー、まあいけるわ。新速ストライク。新速ストライク。ほら、バトルで勝ったのに全然喋んない。って思うわ。やっぱりもう行っちゃうの？もっと遊んでいたかったのに。ドールたちは探検隊なのよ。パオパオしてるあなたとは違ってね。私も一緒にいたいです。でももう行かなくっちゃ。そっか、わかった。行ってらっしゃい。隊長さん、ドール、本当にありがとう。ぬう、元気でね、ドールちゃん。次は私たちが遊びに行くから。今度会った時は、ドールにおしゃれなファッションを教えてあげる。はい、よろしくお願いします。と、そうだった、アフリカゾウさん。ん？なーに？私の次の夢、決まりました。あ、アフリカゾウ忘れてるかな？じゃあ、ダチョウの占いは完全に元通りってわけじゃないのね。最初の巨大セルリアに奪われた輝きが戻ってきていませんから。ですが、卵も、占う力も、一番大事なものも取り戻せました。一番大事なものも取り戻せました。最後ちょっとなんかあやふやだったね。今の私にはそれだけで十分です。待っててね、巨大セルリアンもすぐに倒してきちゃうから。ええ、どうかお気をつけて。そういえば、皆さんは巨大セルリアンの居場所を私に尋ねにいらしたんですね。あ、いらしたんでしたね。あー、うん、そのつもりだったけど。占い師は辞めるとドールから聞きました。無理する必要はありませんの。その心配なら不良です。つい先ほど再会しましたから。はい？気が変わりまして、ふふ。占い師だからね。じゃあ、まずは暗陰地方に戻るんですね。ええ、一旦拠点で、体制を整えてから、リュウキウ地方に向かいましょう。ダチョウの占いによれば、それが大吉らしいわ。うん、大吉っていうこの表現がどういうか、ちょっとわかりづらいですけどね。誰かさんがビリビリにした地図の代わりも用意しなくてはいけませんからね。あれはしょうがないですよ。でもダチョウさんよかった。そういえばダチョウが奪われてた一番大切なものって結局何だったの？そうですね、未来を思い描くときになくてはならないものですよ。それってなぞなぞ？オーフラミンゴわかる？まあ、ちょっとだけ。二人ともずるいよ。私にも答え教えて。言葉通りの意味ですから。ですが、簡単に言い換えるならば、希望でしょうか。ドールさん、隊長さん、探検隊の皆さん、あなたたちの未来にどうか幸あらんこと。郷州地方、はてなはてなはてな。カレンダー、もう行っちまうのか？ええ、フリッキーをメンテナンス、体の調子を見てあげる必要があるから。3人ともフリッキーを見つけてくれてありがとう。えへへ、いいぞ、いいぞ、もっと褒めろ。よかったね、タスマニアデビルちゃん。礼を言われるほどのことではない。でも本当にここでお別れするの？私はみんなと一緒でも構わないのよ。ブラックバックちゃんがどうしてもやりたいことを見つけたんだって。そうなんだ。ねえ、何をやるつもりなの？残念ながらそれはまだ秘密だ。しかし、すぐにわかる。しばらくすれば、我らの噂はパーク中に広まるだろうからな。
俺たちもまだ聞かされていないんだぜ。教えてくれてもいいのに。そう焦るな。お前たちもきっと気に入るだろう。気に入ることだろう。いずれお前の耳にも届くはずだ。その時を楽しみにしておいてくれ。楽しみにしてるあなたたちとまた会える日の、また会える日もね。行きましょうか、ラッキー、フリッキー。え、ボスも行くの？じゃあみんな、バイバイ。バイバーイ。ああ、行っちゃったな。ブラックバックちゃん、これから何をするの？探検隊を追う。正義の使者がいる。あの探検隊よな。追いかけて何すんの？我が魂に眠りし悪が、正義と相まみえることを欲しているのだ。光には闇、正義には悪。理由や目的など、些細なこと。理由はないけど、白桃鷲さんたちにまた会いたいってことだね。でも、どうやって追いかけるんだ？俺たち、あいつらの行き先知らねえぞ。それはだな。それは、なんかこう、探検隊に詳しい誰かに聞く、とか？そんな都合のいいやついるわけ。ん？あれって。あら、あなたたちは？やっほー、また会ったね。また、お困りごとですか？いたーパッパラーつって。いいなぁ。パッパラーって。あ、そっか。最終クエストは、あれだな。一つだけだったな。はい、教習地方と、密漁者、第2章、クリアいたしました。未来予知を受け取りました。力比べが解放されました。さあ、いよいよ力比べが解放されましたよ。さあ、第3章は琉球地方とジャパリダンとなっております。全力でいいの？正義のヒロインっつってね。さあ、この字で正義と悪がぶつかる、そんな章となっておりますでしょうか。まあよく知らないけどね。これも全12話ですね。さあ、一体何が待ち受けるのか、琉球地方とジャパリダン。この続きは、また次回。あ、次回はどうかな。多分まあ、イベントを今回してるんで、多分イベント終わりかな。イベント終わりだと思うので、その時まで。ではまた、今日はこの辺で、バイバイ。いやー、ゲームって、本当にいいもんですね。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。